リロイ太郎は、日本のお笑いタレント。東京大学教育学部附属高校、中東教育学校、神田外語大学卒業。ケニアナイロビ出身のハーフ。実母は、ウガンダ出身のマサイ族及びシティマサイで、ジップは明治大学国際日本学部教授のタン、ケイスケ。かつては、高校の同級生だった、伊藤サットコンビ、ドラッパを組み、2011年には、 第3回ハイスクール漫才で優勝し、特待生で NSC へ入学。在学中にはわらちゃん。U-20 お笑い日本一決定戦にて、準優勝。しかし、2016年2月に無期限活動休止。伊藤は芸人を引退し会社員へ転職。リロイは、しばらくの間ピン芸人として活動した。2016年8月、NSC の同期生であった。 バンダイイクヤとコロナクラウン結成。2020年12月、時世を気にして解明中ということにしていたが、結局そのまま解散した。解散後はピン芸人として活動を続けている。2020年2月1日、YouTube にてリロイ太郎の YouTube チャンネルを開設し、投稿を続けている。企画の中の歌ってみた。でデフ、テックのマイウェイをカンコピーし、 4万回以上の視聴再生を果たしている。リロイ太郎のプロフィール、画像、写真20億1万千に、ザテレビジョン、2021年3月1日閲覧。リロイ太郎の YouTube、YouTube、www.youtube.com、2021年3月1日閲覧。ブラグ、ファーザー、S デ緊急企画6月21日。 https://www.youtube.com/watch v=bqcqzkbgns2021 年3月1日、閲覧。リロイ太郎インスタグラム写真と動画。www.instagram.com2021 年3月1日閲覧。リロイ太郎パワードバイベース。<Amen> ディロイタローパワードバイベース2021年3月1日閲覧ありがとうございます